長島は海上自衛隊の総海艇、宇和島型総海艇の9番艇、艇名は長島に由来する。総海艇時代の長島、長島は平成6年度計画総海艇380号艇として日本交換鶴見製作所で1995年4月14日に寄港され、1996年5月30日に浸水。 1996年12月25日に、収益し、同日付で、第一総会体軍令下に新編された第一総会体に、与毛島と共に編入され、呉に配備された。2000年3月13日、総会部隊の改編により、第一総会体が総会体軍令下に編成がえ、2005年2月9日、舞鶴地方隊。 第44総会体に編成がえ、2011年3月11日、発生した東日本大震災の災害派遣に参加。3月20日午後12時56分より、補給艦ドアだからガソリン140リットル、ゴム手袋33個、60枚入りゴミ袋3個、洗剤、防護衣、ポリタンク47個が運び込まれた。同年、 9月27日と9月29日、護衛艦、チクマ、アケボノとともに、ロシア海軍スラバ級、ミサイル巡洋艦、バリアーク、トゥブナ級補給艦、ビルクート、ソルム型公用衛船、メガバイト61と捜索救難訓練を実施した。2012年3月21日、大港地方隊函館基地隊、第45総解隊に編成がえ、 同年4月15日、道の区湾で墜落した第25航空隊、所属 SH-60J の捜索に参加。同年6月17日から7月21日、三尾島周辺海域で実機雷処分訓練を実施。2015年2月1日から2月10日、伊勢湾で平成26年度機雷戦訓練に参加。6月19日から6月28日、 伊予島周辺海域で平成27年度実機来処分訓練に参加。2016年6月8日15時頃、宗谷岬北東 55km を西に航行するグリシャ5型コルベット MPK-82 と仮面化型測量艦2隻を発見し、監視した。その後宗谷海峡を西に抜けた。二千十七年十二月十七日、除籍される。 久米島に代わり、第101総会隊への転籍及び、総会完制艇への種別変更準備のため呉に、向けて、函館を出港した。2018年3月27日、総会完制艇に種別変更され、艦籍番号が MCL-732 に変更。総会隊軍第101総会隊に編入され、定傾向がクレに転籍。 2018年7月18日から7月30日、道の区案にて、機雷戦訓練及び彦目印、共同総会特別訓練を実施する。2020年10月1日、除籍。最終所属は、総会隊軍第101総会隊、定傾向は5であった。ありがとうございます。